皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。パリゴリンをきっかけに、アスリートに対する誹謗中傷問題が過熱している。中にはなんと、ごく近しい人や同じ種目のアスリートからネット上で、攻撃、されていたことが発覚したケースもあった。画像、バリゴリン、ブレイキン女子で非難が殺到した選手。JOC が誹謗中傷をやめるように呼びかけ。 8月11日に閉幕したパリ五輪だが、国際オリンピック委員会の選手委員会は18日に、五輪期間中に選手や関係者に対してオンライン上で8500件を超える誹謗中傷の投稿が確認されたと発表した。競技中にミスをしてしまった選手や、メダルが有力視されていたものの取れなかった選手など、SNS 上でたくさんの批判を受けたという。 例えば、日本代表では女子20キロ競歩の出場を辞退し、混合団体に専念することを発表した柳井彩音も非難が集中した一人だ。レースを直前に控えた7月29日に、柳井は自身の SNS で、たくさんの方から厳しい言葉に傷つきました。試合前は余計神経質になり、繊細な心になります。 批判ではなく応援が私たち選手にとって力になります。批判は選手を傷つけます。このようなことが少しでも減ってほしいと願っていますとコメントを発表。毎回、五輪のときにはさまざまな反応がネット上で飛び交うが、今回は特に深刻だった。8月1日には、日本オリンピック委員会、JOC が声明を発表するという異例の事態にも発展。 応援いただく皆様へ改めて SNS 等の投稿に関してお願いがあります。誹謗中傷などを拡散することなく、SNS 等での投稿に際しては、マナーを守っていただきますよう改めてお願い申し上げますとし、侮辱、脅迫などの行き過ぎた内容に対しては、警察への通報や法的措置も検討すると主張した。こうしたアスリートへの誹謗中傷は日本だけでなく、 世界的ににも問題になった中でも大きな注目を集めたのは、ブレイキン女子に出場したオーストラリア代表のレイチェル・ガン選手だ。黒猫ヤマトの制服のようなユニフォームを着用し、独創性あふれるカンガルーダンスを披露した彼女だが、残念ながら得点は0点であえなく敗退。すると世界中のネット民たちが彼女を嘲笑い、彼女をアスリートとは呼ばないで。 それはスポーツ選手に対する侮辱です。完全なピエロ、カンガルーに謝れ、と攻撃を開始。さらに、同国のオーストラリア人からも、国に恥をかかせた、彼女がオリンピックの出場選手に選ばれ、そのために税金が無駄に使われた、彼女を非難することは別にいじめではない。オーストラリア人だけど彼女を擁護しない、と批判が相次いで収拾がつかなくなり、 ついにはオーストラリアのアルバニージー首相がレイチェル・ガン選手を擁護するコメントを出すまでに至った。飲酒喫煙で代表辞退した選手もいたが、夢の舞台に立つために、日々、並々ならぬ努力を重ねているアスリートを、事情も知らない外野が叩くべきではないのは言うまでもない。だが中には、選手が選手のことをネット上で批判していたというケースもある。 パラーアーチェリー選手の小野寺麻子がパリパラ五輪にアーチェリー日本代表として出場予定の重定地下から匿名で誹謗中傷を受けていたのだ。2021年1月5日、小野寺のブログに匿名で、いい加減もう東京パラも無理だし代表入りも無理なの気づきませんか悪あがきもほどほどにした方がいいですよ、ルール違反してない。してるから言ってるんですけど。 車椅子に乗って競技してはいけないのに車椅子に乗ってますよというコメントが書き込まれたそこで小野寺が開示請求をしてみるとなんと書き込んだのが同じパラアーチェリー選手で小野寺よりも実績のある重定だと判明したのだこの投稿が名誉毀損だとして裁判を起こすと東京地裁は8月6日 小野寺の訴えを認めて、重貞に約124万円の支払いを命じる判決を言い渡した。とはいえ、重貞のパリ・パラ五輪の出場資格が剥奪されるわけではなく、28日から開幕するパラ五輪には変わらず出場予定、その後、23日に正式に代表辞退を発表。また、重貞側は判決を不服として控訴もしている。 スポーツマンシップが理念の大前提となる五輪において、あまりにもモヤモヤするこの事件には、少なくとも重定選手は代表入り辞退すべきではないかと思う、飲酒喫煙で辞退した選手がいるのに、敗訴した選手が出場はありえない、飲酒喫煙より今時ニュースとして悪質と思います。ふわちゃんよりもひどくない。といった声がネット上で上がっている。 ちなみに誹謗中傷を開示してみたら近しい人だったというケースは五輪だけではとどまらない。2022年にはプロ野球西武ライオンズの源田壮亮の妻で元乃木坂46の江藤美沙がインスタグラムのダイレクトメッセージで誹謗中傷されて情報開示請求をしたところ相手がチームメートの妻だったことがある。もしもネット上の誹謗中傷に悩んだら。 エンタメ業界では、ネットで大人気の歌い手、まふまふに対して、ネット上で誹謗中傷を書き込んでいたのが元妻だと判明。民事で訴訟する泥沼裁判へと発展した。また今月、タレントのフワちゃんは何度も共演経験のあるお笑い芸人のやす子に向けて死んでくださいと SNS に投稿して大問題になったことが記憶に新しい。 このように世界中で問題となっているネット上の誹謗中傷問題だが、一体どのような解決方法があるのだろうか警察庁のウェブサイトでは、インターネット上の誹謗中傷等への対応について特集したページがあり、それぞれの場合に応じた相談先を紹介している。その中の一つ、一般社団法人セーファーインターネット協会に話を聞いてみた。東京会では 誹謗中傷被害者支援の取り組み、誹謗中傷ホットラインを運営しています。誹謗中傷ホットラインとは、誹謗中傷の被害者様からご連絡を受け、ネット上に掲載されている誹謗中傷について削除などの対応を促す通知を行う取り組みです。ご連絡いただいた内容については、個人対個人のトラブルに起因し、被害者の氏名や住所や顔写真を掲載した上で、 人格や存在を否定する言葉で行われるケースが多数で2023年は約1500名の方から2465件のご連絡をいただきました当ホットラインのガイドラインに基づき該当する情報636件 907URL について削除等の通知を行い 63.8%579URL の削除を確認しています セーファーインターネット協会担当者他にもインターネットに関する専門知識を有する相談員が相談者自身で行う削除対応の方法などをアドバイスする違法有害情報相談センター総務省委託事業相談者自身が行う削除依頼の方法について助言を行うほか法務局が事案に応じてプロバイダなどに対する削除依頼を行う人権相談 法務省といったものももあるもしもネット上の誹謗中傷に悩むことがあった際は一人で抱え込まずまずはこれらの公的機関に相談してほしい。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。